下山開始やな。ここ下っていくんじゃないですか。川が下、川の音流れてるやろ。おはようございます。コロナ意味あるの？膝ぶつけたりするから、そこ歩いてたらポンって打った時に、ポンって破れたりしちゃうみたいな。そのためよ。払ってない。払ってない。展望所まで持たれて歩いたら、これ立ってても帰ってくるか、気をつけて頑張りましょう。こっち激下り、
昨日の滝とは昨日やっけあれ。おととい。うわ。うおー、ヘビや。いざ見たらいけるな。慣れた。おばあちゃん昔狩り行ってたからわかる。おじいちゃんに教えてもらった。おばあちゃん何でヘビ嫌い。気持ち悪いやん、なんか。穴開いてるから無理じゃない。もう穴開いてる。ワニが通ってない。ババよりババ多分ね、展望台っていうのが2個あんの。こっちが本当のいわゆる展望台で、もう1個は車からちょっと見るだけ用の遠い展望台。集めた。
濡れた感じもなかった。寒いよ。怖いっていうよりか空も思いっきりで怖いっていうよりか冷たくて寒くて帰れない。慣れる慣れる。すぐ今日は25度やで。プールや。冷たいプール、冷たいプール。え25度あった。何山ちゃん水の温度が、いや気温が、水はもっと冷たい。水はずっと冷たいよ。何度？知らん。10度ぐらい。もうちょいあるか。あ、ほんまやね、トンボやんけ。虫っていうかトンボやん。痛い。よし、行こう。ヘルメットが香りやすい。あー、いや、もっと上やと思う。すごい。うわーなってんだ、怖い。先はもっと上だと思う。これ、スパゴムに連れてもいいの？リアル。ここはいるやろ。ここはいるけど、七滝は多分登れへんから巻くんや。こういうとこは全然行くよ。泳ぐ人いる。泳ぐっていうか沢登りは本当はここ川をなるべく陸に上がらないで川をなるべく行きましょうっていうのが沢登りだね。本当は。あれが7番目の滝だと思う。一番下。楽しいやろ。うん。
いや、なんもないよ。いや、かわいい、かわいい。ヘルメット編んで。ここまでやね、普通は。え、ちょっと危ないかもしれんから待って。なるべく滝つぼろ、滝の近く。ここにしようか。ここにしよう。